はい、頑張っていきましょう。さあこれからオープニング会と第1試合エキシビションマッチが行われます。この試合解説です。第4代ライズバンタム級王者宮城大輝さん、そして第4代ライズスーパーライト級王者山田康生さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ宮城さん、いよいよ始まりましたね、はい、そうですね、まあ穂田選手はちょっと何とも言えない気持ちだと思いますけど、はい、ぜひエディオンアリーナのリングを楽しんでほしいですね。そうですね、はい、まあ、昨日の前日計量で川野春奈選手の計量オーバーというところで失格というのがありましたが、まあ、最近こういう話題っていうのがね、宮城さん多いですよね。まあそうですね、まあ、いい感じで知識がついてる分、いろんな方法が僕の時代はあんまなかったんで、はい、もう食べるなみたいな感じになってたんで。なるほど、はい、なんで、まあ、いろんな知識がある分なんかちょっと失敗しちゃうのもあるのかなと思いますね。なるほどね、はい、ただまあ山田さん、こうやって大きな舞台でリングに上がる機会を得られたっていうのはこの穂田選手にとっては大きいですね。いや本当そうですよ、こういう機会をね、ぜひにこうしっかり楽しんでもらって、はい、で次に生かしていただけたらね、絶対いいと思うんで。そうですね、その対戦相手急遽参戦ということになりました。この役を買って出た聖奈ですけども、現在ライト代表の6位にランクされているという選手ですが、宮城さん、はい、この聖奈ですけれども、今度7月に新設されますライトクイーンバンタム級王座決定戦で決勝戦を戦うという予定になってるんですよね、はい、いい感じの腕試しになるんじゃないですかね。かもしれませんね、はい、やっぱリングのこう感覚っていうのはやっぱ大事だと思うんで、はい、これは多分その7月の試合の勝敗に関係してくるんじゃないかなと僕は思いますけどね。なるほど、はい、やっぱり普通のリングで練習するよりはそういう状態でその雰囲気っていうのにも慣れていった方がやっぱり本人としてはいいですよね。いいと思いますね、はい、やっぱりお客さんが入ってる分選手のもこうモチベーションっていうのは違うと思うんで、はい、まあ、急遽っていうんですけど、やっぱりこう試合前なんでちゃんと仕上がってますね。そうですね、はい、表情などもご覧になって山田さんもどういう風に感じますか。いや、だいぶバチバチいってますよね。結構いってますよね、うん、もうちょっとやんわりした感じかなと思ってたんですけど、はい、普通にいってますね。第1ラウンドが終了しました。本日のオープニングファイト第1試合エキシビションマッチで行われています。赤コーナーの蛍、そして青コーナー急遽、このエキシビションマッチの相手役を勝って出ました、セイナとの一戦ということになっています。さあ、アベマプレゼンツライズワールドシリーズ2023ファーストラウンド、第1試合エキシビションマッチの解説です。第4代ライズバンタム級王者の宮城大輝さん、そして第4代ライズスーパーライト級王者の山田康生さん、お二人どうぞよろしくお願いします。お願いします。お願いします。第4代同士なんですね、僕ら。そう、ほんまですね。ね、ほんまですね、今思えば。確かにそうですね。よろしくお願いします。お願いします。山田さんは引退されて、まあ、半年経ちましたけれども、はい、性格もどうですか。まあ、ちょっと太ったぐらいで、うん、まあ、そんなに変わりはないかなと。練習はやってないですけど。練習はもう全然やってないですか。全然やってないです。いや、宮城さん、山田さんちょっと太ったっておっしゃってますけれども、はい、全然なんか試合前と変わらない感じがしますけど。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ただ、まあ、ピリピリしたその生活だったり減量などっていうのを逮捕されたっていうところですね。そうですね、バックハンドブローを見せていきました小樽です。おお、その前に聖奈選手のバックハンドブローが入りましたね。いや結構宮城さんバチバチ、はい、行ってますね。ローも多分ボディも効かせに行ってますよ、聖奈選手。いや、聖奈のインローもしっかりと入っているというところです。現在32歳の蛍ですけれども、今日の試合が4戦目ということになりました。いや、山田さん、この蛍ですけれども、はい、ザ・マッチを観戦して大きな舞台で戦うという目標がまたできたという話をしていたんですが、そうだったんですね。ザ・マッチ経験したものからしてどうですか。いや、まあそうですね、まあ、試合にこう意気込むあれは変わらないんですけど、はいはい、まあ、ザ・マッチはやっぱ特別な舞台だったなっていうのは、まあ、まあその日が経つにつれて、はい、やっぱその世間の反応だったりとかもそうやし、うんうん、めちゃくちゃこういろんな部分でこう感じさせられますね。本当良かったです、はい、大きな歴史の1ページになりましたしね、うん、いや本当そうですね、はい、またそういう、こう舞台が日本であればいいかなとは思いますね、はい、まあ、そういう舞台を目標にするっていう選手、宮城さん結構多く増えましたよね。まあそうですね、やっぱりでもそれを開催してくれないと選手の上がるリングはないと思うんで。確かにそうですね、はい、ぜひライスだったりいろんな団体が協力してまたああいう舞台を
開催してほしいですね、はい、いやセーナも右ストレートも結構入って宮崎さんかなり引っ張って入ってますね。いやかなりやっぱセーナ選手、まあ多分減量しないんで、なるほど、やっぱでかいっすよね。1ヶ月後に、まあ、決勝戦があるんですけれども、ここからじゃ絞っていくということになるわけですね、はい。おお、綺麗なスパイダー。いやいい、両選手に盛大な拍手をお願いします。してくれました。やっぱ、経験値で言ったらセーナ選手の方があるんで、はい、実績だったりとか、オトラ選手は多分これはいい経験になると思いますね。そうですね。はい、4月30日にライフクイーンバンタム級王座決定戦を控えているセーナ。それでは試合を終えた両選手ということになりました。お互いにプラスになるリングだったんじゃないですかね。そうですね、はい、あ、ここでマイクパフォーマンスもあるようです。ちょっとお話も聞いてみたいところです。現在大学4年生というセーナ。それではまずホタル選手、そしてホタルのコメントです。こんにちは、コンティニュー所属のホタルです。まず今日突然のことなのに、タイトルマッチ控えてるのにエキシビションの相手してくださったセーナさん、本当にありがとうございます。で、このリングにどうにかあげようとしてくれた関係者の皆さん、本当にありがとうございます。すごいセーナさんのおかげでアマチュアの頃から憧れてたライズのリング体験できて本当に嬉しく思ってます。私事なんですけど、なんか私シローさんのファンで、シローさんと同じリングに立つのが夢あって、その夢がなくなっちゃうかなって思って昨日もすごい泣いちゃったんですけど、本当最近軽量オーバー目立つと思います。自分もそうですし、一緒に練習してくれてる人だったり、応援してくれてる人だったり、スポンサーさんたちだったり、いろんな方が支えてくれて、一人の力じゃ絶対ここに立てないと思うので、そういった相手選手にもそういったいろんな方が支えてくれてたと思うので、なんかそういう人たちを裏切る行為はしてほしくないですし、プロとしてもっと自覚を持って、私もそうですし持ってほしいなと、自覚をもっとって思います。時にはこうやって一人の夢が潰れることもあるので、はい、本当にすいません、長くなっちゃって、セーナさん本当にありがとうございます。タイトルマッチ頑張ってください。本当にありがとうございます。ありがとうございました。続いてセーナ選手もお願いします。こんにちは、ライズワールドシリーズに、お越しの皆様、そしてライズをご覧の皆様、こんにちは、先駆け塾のセーナです。まずは、昨日のオファーだったんですけど、蛍選手の夢とかもちょっといろいろ聞いていたので、何かお力添えできるならと受けさせていただきました。また、私自身ここに今立てているのは、ライズに、救っていただいたからなので、もうこれは、ウィンウィンといったなんですけど、私にとっても、少しでも恩返しになったかなというふうに思います。それと、言っていただいたんですけど、今月末に東京の後楽園ホールで開催されるライズに、ライズクイーン初代、初代王座決定トーナメントの決勝戦が行われます。東京なので、会場に来られない方は
まあ、アベマ TV でご覧になれますので、まあ、今日は少しでも名前を覚えていただいて、また応援の方していただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。そしてあと最後に一つだけ、今日のマライズどの試合も楽しみなんですけども、5試合目8試合目に先駆け塾からゆうやくんと真所仁くんが出場いたしますので、そちらの方も応援よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。両選手に盛大な拍手をお願いいたします。という両選手ですが、ホタルは現在モンタナーズとの戦いドローから参戦、まだ負けがないというところで、これから楽しみな選手です。そしてセイナも今月末にあるそのタイトルマッチに向けて、ここからまた一気に調整をしていくということになります。ホタル対セイナのオープニングファイト第1試合エキシビジョンマッチをお伝えしました。